様です。お疲れ様です。今日暑いですね。今日は暑いですね。やばいですね。そうなんですよ。で僕らなんかコメントで熱中症対策、はい、どういうのやってますかみたいな、あ、はいはい、まあちょっと暑い時間で、はい、ちょっと紹介したらなと思って、はい、水分はもうめちゃくちゃ取るのはもちろんなんですけど、はい、で いつもこれ服の上に、はい、塗り替え道場のやつ着てるじゃないですか。あ、着てますね、ポロシャツ。でこれなんかインナーで、はい、接触冷感、あ、はいはい、ピチッとしてる、こうやって、はいはい、なんかちょっと汗かいたら冷たくなるようなヒヤッとするやつですね。そうなんですよ、それみんな着てるんですよ、大体。 あとはもう、はい、タブソルト。タブソルト、そうなんです。これも塩の塊ですね。はい、あ、全然あの怪しいやつじゃないですか、ね、あの全然怪しい、合法のやつですよね。そう、合法。そういうこと、合法ってワードが怪しいのね。ほんでこれも1日4錠まで、あ、決められてるんですね。そうなんです。取りすぎると血圧上がっちゃうような。そうなんですよ、これ飲んで塩ソルト、塩なんです。タブレットのタブレット、ソルト、水と一緒に飲む、はい、感じで。で、あとは本当に暑いんでスプレーやったりとか、はいはい、なんか制汗スプレーとか、あ、ありますね。シートとか、はいはい、で空調服、あー、よく見ますね。そうなんです。これちなみにあの桜島のです。あ、桜島くんの、はい、あの桜島のファンの方も、はい、1名さんもう桜島のもういろんなものが染み込んだ、いろんなあいつ一丁前に空調服が来てますか。結構いい値段するんですよね、これって。これ2万円ぐらい、ね、2万。そうです、バートルさんの。僕バートルさん好きなんですよ、すごい、はいはい、このインナーとかでも、これちょっと違うんですけど、柔らかくて、あ、着心地もいい、着心地最高です、サラサラです。なんであいつ持ってるんですかね。なんでなんですかね。あいつ風持ってるんだよ。小型は持ってたりする。で、これ着てみたんですよ、はい、で、着てみたら涼しいんですよ、はい、なんか熱、こんだけもう36度とかならなくて、温風が来る。あー、そうですね。で、その、この上に焦るとちょっとあの汗かいて冷えるし、すごいことひらめいちゃう。あ、何か、じゃこれすごいですよ、本当。裏技ですか。裏技見つけたんですよ、YouTube の、はい、あ、ちょっとそのシャツにシュッシュするスプレーが、あー、よく売ってますね。あ、売ってますよね、はい、売ってますよね、はい、あれが結構冷たくなるって感じで、やってみたんですけど、結構涼しいなと思って、はい、僕 YouTube でなんか見てたら、はい、サウナに入るのに、ええ、ハッカー油っていうのがあって、ハッカー油、はい、ハッカー油を体に塗ったら、ええ、サウナでも寒くなるみたいな、ええ、すごいことですよね。そんなものがあるんですね。そうなんですよ。それが僕ら外仕事じゃないですか、ええ、現場めちゃくちゃ暑いじゃないですか、はい、空調服と合わせたらもう今真夏なのに、こん中北極じゃないもう北極ですよね。ガチ寒いやつですから、ね、そうなんですよ、ええ、でそれをちょっとやろうと思って、あ、今から実際にやられてみるわけですね。買ってきたんですよ、僕。あ、あるんですか、その。そうなんです、ね、これが、そのハッカー油で。ハッカー油。これはどこに売ってるんですか。これ薬局で、まあ、500、600円。500、600円。600ちょっとですかね。へぇー。そうなんです。で、これボトル。はいはい。で、なんか、まあ、見てたら、原液で塗ってたら結構、はいはいはい、感じだったんで。で、その、お風呂に、なんていうんですか、浴槽にお湯ためて、これ2滴、3滴、まあ、多くて7滴ぐらい入れても、はい、このボトルあるじゃないですか、はい、ボトルに水を入れるだけで、これたくさん入れたらお風呂の濃度よりめちゃくちゃ濃いそうですね、です濃いやつですね。ってことは北極っすよねパラダイスですか。パラダイスですよ。みんながもう暑い中、僕だけ唇紫みたいな、ガチガチガチみたいな。今これ水とちょっと今入れてあります。はい、え、どれぐらい入ってるの。結構入れてますね、僕。あ、ちょっと見づらいんですけど、はい、でこれをちょっとかけようと、はい、原液ほど寒いらしいです。あ、じゃあちょっと薄めて、そうですね、元気でやりたいですね、一回そんだけ寒いですかね。ねえ、サウナに入れるぐらい。ちょっとじゃあ、はい、実際にじゃあもうちょっとほっとしておきますね、はい、こうやって水入ってて、ボトルに、で、このハッカー油を、はい、こうやってポタポタ効か、そうですね、めちゃくちゃに、あー、もう匂ってきてますね、なんかすごいですよね、匂い、はい、そうそう、その問題があるんですよね。臭って思われるんですかね。いや、でも爽やかな感じのメントール系のソース匂いがね、ミントみたいな、はい、これは多分効くと思うんですけど、あー、ちょっと楽しみになってきましたね、これは。振りますね、はい、かけてみます、はい、で、多分これベタベタにしたぐらいの方が、あ
いいと思います。染み込むぐらい。そうですね、首元にも。そうですね、多分さっき来たんですけど、はい、風が首元抜けてきた。あ、結構いきますね。そうそう、もうベタベタにしたいです。冷たい、風が強いと食らいますね。全然今はなんともないぐらい、はい、ちょっと背中いいですか。あー、すごい匂い。すごいですよね、どうですか。普通に寒いですよ。ちょっと寒いぐらいです、ね、ちょっと今若干風もありますしね。そうですね、普通に全然これだけでも違うですね。やばいですねこれ大丈夫ですか。でもなんかだんだん冷たくなってきてます。ちょっとヒリヒリするかもしれないです、ね、大丈夫ですかヒリヒリするんですけど、でも本当に全然違う。あ、冷たい冷たい、どんどん冷たい。なんかサーモグラフィーとかあると。そうっすよね、あれどうなんですか、体感なんですかね。あ、まあ、それもあると思う。体感で冷えてるのか本当に温度下げてるのか違うっすよね、また。そうですね、まあ、ちょっと着てみますね。実際着てみますか。はい、これは正義の初めに来てしまいましたこれがスイッチがあるわけですね。そうですね、ここにスイッチがあって。あ、冷たい、まだかけてないのにすでに、もうすでに、ちょっと行きますね、はい、寒いぐらいですね、本当に。行きますよ。全然違う今、4段階中の2なんですけど、はい、もう風の風量じゃないですか。寒いです、本当に寒いです。もうそのジャケットの中がめっちゃやばいです。使えそうですね、これは。使えそうですけど、これちょっと濃度考えた方がいいかもしれない今めちゃくちゃ寒いですもんね。これ、やばいですよ、マジでやばいです。ちょっと僕リアクションめっちゃ薄いじゃないですか感動しますね今言葉も出ないぐらい、本当にそれぐらい寒いっすこれすごいっす、本当に。ちょっと待った、これ夏楽勝っすよ、これ。マジですか。うわー、ちょっとなんか僕のリアクションが薄いのが伝わらないっすよね僕のリアクションが。着てみたいっすね、でもそれもうあるなしで言ったらもうつけた方がもう全然違うっすね。嫌なそのなんか熱風感みたいなものもなく、全然ないですね。もう何やろこれ湿布を巻いてるみたいな。湿布巻いてる感じと、あと濡れた体に扇風機みたいな。ああ、はいはいはい、感じで全然寒いです本当に寒いですよこれマジですか。どんだけ持つか分からないですけど。ああ、じゃあこの夏にはもってこいのアイテムじゃないですか。そうですね、これ試してください、ぜひ職人さん。本当僕リアクション薄いですよ、ね、それぐらいすごいです。大げさにしたいですけど感動しちゃって、ちょっと。ああ、もうそっちの感動の方が勝って。そうそうそう、なんでこんなに涼しいんだろうっていう全寺西が感動したみたいな。そうです、全僕が感動しました、はい、あ、すごいわ。ぜひ広めていきたいですね。現役のボトルにしといてすごいの発明しました、はい、やりたいですよね。やってみたいですね。どれだけ凍えるかちょっと社長リアクション大きいんで、僕多分つまんないなって今なってますけどいやいやいや、でもなんかその本当にすごい。ぜひじゃあ皆様にもう試していただいて、はい、広めてもらいたいですね。やってください、ぜひやってください。部長側はよくはいろんな空調服がありますもんね、ベストタイプとか。そうですね、ファッション性も結構こうやってなんかデニム地やったり、本当に一回着てみたかったんですよ。僕も着てみたいですね、それ。そうです、ちょっとサイズがすいません、帰れるみたいで。ああ、そうなんですね。そうなんですよ、勉強さんの汚れちゃう。はいはい、その上着だけまた変えたり。あ、寒いそんなにお風呂行きますか。お風呂行きたいですね。いや、ハッカー油また見てねー。